それでいきましょう。空海の言葉、おはようございます。空海の言葉、今日、第17回です。片手では拍手はできない。片手だけで拍手はできないように、片足だけで歩くことができないように、自分が努力してもいないのに神や仏に助けを求めても救ってはもらえない。神や仏の力が右手であり右足ならば、あなたの努力が左手であり左足だ。両方が揃って初めてうまくいく。さあ、片手で拍手はできない。さあ、今日の言葉いかがでしょうかね。確かにできない。両方がこう合わさらないと拍手はできない、はい、言われてみれば不思議なもんですね、はい、これ素晴らしい例えですよね。今回はこの拍手の右側を、何か自分を守ってくれる存在、神とか仏とかいう言葉を使ってますね。左側を自分の力、初めて両方で力が合わさってものが達成できるということを言ってますね、はい、まさしくそうです。考えてみたら、右も左も自分っていうのもこのなかなか難しい。必ず人は何かの助けがあったり、そういうものの助けの全体として神仏を使ってますけれども、そういうものがいて、そして自分の中の、確信があって、そして自分の行動があって、そして初めて拍手ができると。同じように両者がきっと噛み合わないと物事ができないよという、素敵な例えのお話でしたね。はい、片手で拍手はできない。